分別なんかせずにボーンってやればいいんですよ。太陽光がその一つの種類ですけど、ソーラーパネルとかあれゴミですよ。ここ小泉進次郎が言ってるプラゴミ全廃みたいな話あるじゃないですか、はい、じゃあその日本の産業をずっと担っていた石油化学コンビナート、まあ、石油化学に関して政府としてどのようにあの産業を縮小させていこうとしてるのか、大まかなグランドデザインってあるんですかね。なんかプラゴミだけやめましょう、ガソリンやめて EV にしましょうとかってやってるんだけど、じゃあ他のその石油化学のコンビナートから出てくる他の原油をね、中東から輸入しました、でそれを加工貿易してますっていうのが日本の産業立国の一つの大きな柱だったわけじゃないですか。なんですけど、じゃあ分かりました、プラスチックの原料のナフサやめますと、でガソリンもまあどんどん減らしていきますと、だけどじゃあ飛行機の燃料である灯油はどうするんですかとか、道路の作るのに使ってるアスファルトどうするんですかとか、船とか火力発電は重油以外でできるんですかとか、原発もね、世論全体からするとやめろみたいな話になるわけだけど、絶対やめらんないよねって、もう絶対無理なわけです。そうだ、絶対無理なんだけど、無理って言うと叩かれるみたいなね。そう、原子力発電で事故起こってもいいのかって、いやそれ良くないですけど、じゃあ起こんないようにしましょうよっていう話なんですけどね。プラゴミなんて本当は焼却炉で燃やせばいいんですよ。だって今ダイオキシンの問題とかがあって、日本のその焼却炉って超高温で、あの やってる炉でむしろ燃料足りないんで燃料入れてるんですよ、灯油とか入れたりしてて、はいはいはい、だったらプラゴミの方が、プラゴミ燃えるんでちょうどいいよねって、本当はそうなんですけど、だからもうなんか分別なんかせずにそのままボーンってやれば本当はいいんです、本当はいいんだけど、なんか分別するのがエコでいいみたいになってるじゃないですか、なんかみんな一生懸命こうやって分別したらなんかベルマーク剥がしてこうなんかつけるみたいなのと一緒で、なんかもうみんなやってるじゃないですか、そういうの、そういうの好きなんですよね、みんなちま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 やるのが。建前を崩せないっていうのもあると思うんですよ、ちまちまが好きだっていうのもあるんですけど、要はプラスチックは再利用することに決めましたって言っちゃったん で、そうですよね、でも実際ゴミ収集所見てると、うちね軽井沢のやつは黄色いのがプラスチックで青いのが燃えるゴミなんですけど、みんな一緒に持ってくんですよ。実は回収する倉庫も同じプラゴミと燃えるゴミは一緒なの、ね、本当建前がそうなってるだけで、炉が一緒に燃やした方が今いいんだもん、 そっちの方が。なんでプラスチックの話に行っちゃったかっていうと、結局小泉進次郎さんがね、自分がやりたかった本丸のところに実際には手つけられてないわけですよ、だから消費者のグリーンなイメージとかエコなイメージ喚起策に出て、要は消費者の圧力とか投資家の圧力を使って企業の行動を変えようとしてるんですね、でも本当に日本においてですよ、日本のしっかりゴミ回収率が高くてゴミ焼却炉の性能が高い日本においてプラスチックが本当に当たるべき敵ですかっていうと違うと思うんですね、で何をやれてないかっていうと、環境省が阻んでいる部分の再エネの発電の普及っていうのがあるわけです、太陽光がその一つの種類ですけど、今回成長戦略に環境省がねじ込んできたものの中にですね、再エネ促進地域の設定っていうのがあるんですね。でこれは何かっていうと、要は再エネを促進したい自治体の地域がここでは規制を緩められるっていう方式なんですよ。でもそれってビフォーアフターで変わんないんです。なぜなら今までもフレンドリーな地域は再エネ促進できたんですよ、だから結局のところ全部に関して農水省が関わってる農田、農地転用の簡素化とか荒廃農地の利用とか、そういうものを進めたり環境省が阻んでいるね、例えば開発済みのゴルフ場みたいな土地に対して環境アセスを緩めるとか、そういうことをしないと本当は進まないのに、自分の省庁の中でやれることをきちんと最後までやり遂げずに消費者の意識にばっかり訴えるのは正直違うと思いますよ。はい、僕はでその一つは技術開発で何とかしたするっていう方向にもうちょっと金を突っ込めばいいのになって思ってます、まだまだですけど、人工光合成だってかなり効率良くなってきてるわけじゃないですか、だからそういうところにもっと巨額のお金を突っ込めば、もっといい結果は僕は出ると思うし、本当はね第4世代の原子炉とかそういったものに対してももっとお金突っ込むべきだと思うけど、まあ世論がね、でもそんなだって基本的に地熱だって阻んでるの誰かって言ったら温泉組合と温泉好きな日本人じゃないですか、だから私はやっぱり世論が支持しないそのところに、原発の立地の中の建て替えは別ですよ、
建て替えをしていくことは全然正当化できると思うけど、うん、誰もね新しい立地でね、うん、原発が建設できるなんて本当に思ってないでしょ、うん、っていう、まあまあ新しい実地は無理ですよね。でしょ、日本中で環境利権みたいなものがどんどんできてきて、もうソーラーパネルとかあれゴミですよ。ほとんど発電効率思ったより全然良くないし、例えば雪とか降ったらさ、全部壊れちゃったりとかさするわけじゃないですか。景観をまずめちゃくちゃ壊してますよね。田舎に行くと飛行機から見るとすごいいろんなところに太陽電池パネルがめちゃくちゃ行ってんだけど、捨てるのどうすんのって思いますよね。本当に環境族がいろいろ環境破壊を実は助長してるんじゃないかなっていうふうに思います。